8ヶ月ぶりの新記録更新。大木戸先生撃破 RTA ピカチュウ版チャート始まるよ。どうも、大木戸先生撃破 RTA 研究者です。今回は、ピカチュウ版の初期カセットであるバージョン 1.0 を入手できたので、新チャートを開拓した動画となります。謎の儀式が多いので、ところどころスロー再生を入れて解説しつつ進めていきます。まずは設定の変更ですね。早速スロー再生入ります。設定は、早い、勝ち抜きタイプ、イヤホン2を選んでください。最初から始める、を押したところからタイマースタート。この G3 からいかに早く賞金を強奪できるかの勝負となります。主人公の名前は、サトシ、を選択します。一番上のイエロー、を選択すると、後の作業でフリーズするので注意。ライバルの名前は、O、にしてください。お、一文字より後の操作が少し早くなります。ここから旅が始まりますが、開始直後に早速バグ技を使用します。レポートを書こうとして、はい、を押した 0.5 秒後にリセット。Sラムグリッチ、というバグ技です。レポート処理はいくつかの段階に分かれているんですが、手持ち情報の書き込みは一番最後に行われます。途中でリセットすることで、手持ちデータのセーブだけ正常に行われないようにしているわけです。スロー再生。話の速さの設定を遅いに変更します。そのまますぐに手持ちポケモン画面へ。Sラムグリッチにより正常にセーブされなかった結果、持っていないはずの手持ちデータが開けてしまいます。真っ白ですが、気にせず6番目と9番目のポケモンを入れ替える動作を行います。7番目以降は通常のプレイでは選べませんが、手持ちデータが壊れているので選べちゃいます。9番目のポケモンの位置には、道具の現在所持数を管理するメモリが存在しています。当然そこを入れ替えたら、道具欄も破壊されます。入れ替え完了したら今度はバッグを開きます。バッグまでぶっ壊れて、ヤメルの下に行けるようになっています。やばい文字列が出てきたら、セレクトボタンを押してからさらに下に降りていきます。はい、またスロー再生です。先ほど設定を変更した結果、ハヤブサバッジというアイテムが生成されているので、セレクトボタンで場所を上と入れ替えます。次に、PP エイドの一つ上にあるバグアイテムの場所でセレクトボタン。そして下の方に持っていきます。このアイテムはライバルの名前である O により生成されているアイテムで、道具の34番目に配置し直すと、家の外のマップを書き換えることができます。いや、こんなバグりまくった状態で34番目の道具ってどこだよ、という感じだと思いますが、ちょうどよく自転車があるのでそれを目印にして、その2つ下のところでセレクトを押して入れ替えましょう。最後に、少し下の方にあるヤメルを選んで全て捨てます。これによりカーソルが一番上に戻るので、後のハヤブサバッジ使用がスムーズになります。以上で、大木戸を呼び出すためのツールと場所を準備する儀式が完了しました。会場に向かいましょう。ガチャ。はい、EV の部屋に到着です。EV プログラミング教室が始まります。先ほど入手したハヤブサバッジは、主人公の名前が一定の条件を満たす場合、EV の名前の文字列をプログラムとして読み込むアイテムになります。EV にズズゆでの、という名前を付けると、こんな風に EV を再配置するというプログラムが実行できます。今度はゴズ、と名付けます。名付けたら、再度ハヤブサバッジで再配置。そして、次はガヤゼカ、と名付けます。ズズゆでの、ゴズ、ガヤゼカ、という文字列は、EV をとっても消えなくする、というプログラムになっています。EV 取り放題になったので、ここから大木戸を召喚して倒すプログラムを組んでいきます。作成したものがこちらとなります。一見するとめちゃくちゃな文字の羅列にしか見えませんが、この文字列は、マップで使用すると大木戸を召喚し、戦闘中に使用すると敵に勝つ、というプログラムになっています。RTA で使用する関係上、なるべく少ない文字数で効果が得られるよう頑張ってプログラミングしました。具体的には、ヨブサグゼ、が戦闘中かどうかを判定するプログラム。ガミゼブ、ヒガボヨズ、が大木戸を召喚するプログラム。チガペゼピ、ギダテセズ、が戦闘勝利判定を呼び出すプログラムとなっています。ひらがなカタカナを含め、一文字でも間違えたらアウトなので、気をつけながら入力しましょう。ようやく最後の5式目の名付けが終わりそうですね。これで大木戸撃破用プログラムが完成となります。では、ハヤブサバッジ実行。カモン大木戸。唐突に始まる戦闘。無事召喚成功です。あとは倒すだけですね。なぜか目のクラゲをチョイスしてくる大木戸。こちらはバグポケで対応します。四角い何かが登場しますが、気にせずハヤブサバッジで勝利演出を呼び出しましょう。はい、勝利。
賞金をもらったところでタイマーストップ。記録は3分14秒87。前回の記録から約37秒の更新です。なお、手持ちデータがバグった状態で戦闘を行うと、戦闘後におじさんがバラバラになるという副作用があります。自分が死んだことに気づいていないおじさん。では、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。